ブラックホールからの宇宙ジェット宇宙ジェットとは重力天体を中心として細く絞られたプラズマガスなどが一方向または双方向に噴出する現象を言う重力天体周辺の激しい天体活動がジェットを高速に加速すると考えられる宇宙ジェットの中心となる重力天体には原子性、コンパクト性、大質量、ブラックホールなどの場合があるまた この現象は、ブラックホール近傍で、特徴的に見られるため、ブラックホールが存在する証拠として、しばしば用いられる。写真それに比べ、原子性の形成器に見られる宇宙ジェットは、比較的小規模である。若い恒星からの宇宙ジェット、HH30、HH34、HH47 星間分子雲の中で星の卵が生まれ始めるとき、 静管物質は重力によって引かれ合い、最初はあらゆる方向から集まってくるが、質量が集中したところを中心にして、だんだんと回転を始め、やがて円盤状のガス雲になる。ガス雲の回転中心に引き寄せられた物質のうち、一部は円盤と垂直に、双方向に、Z 状態で噴出していく。速度は毎秒十数キロメートル程度と考えられている。 中心を取り巻く円盤の周辺部分の物質は、それぞれ密度の濃い場所が重力で収縮し、惑星になる。ハービックハロー天体ガスジェットの吹き出しと考えられる。天体の一種にハービックハロー天体と呼ばれる、天体がある。ハービックハロー天体は、暗黒星雲の周焉部に見つかる。写真は、それぞれ HH、HH30、HH34、HH47 のものである。 青函物質などがブラックホールに吸い込まれる際にはしばしばブラックホールの周りに高着円盤と呼ばれる円盤状の雲が作られる。これに伴って円盤の軸方向に超高速で脱出していく青函物質がしばしば観測される。クエーサーで観測されるジェットは同じ理由で発生していると考えられている。クエーサーのジェットの中には高速を超える運動をして見えるものがあり、 これらは超高速クエーサーと呼ばれている。これはジェットそのものの運動速度とクエーサーの固有運動の組み合わせによるものである。国立天文台水卓 VLBI 観測所の国際研究チームは M87 中心にある巨大ブラックホールからの高エネルギープラズマジェットの超高速運動を観測している。日韓合同電波望遠鏡群で探る巨大ブラックホールジェット見えてきた。 超高速紛失流の現場国立天文台。ありがとうございます。